日本ミツバチの軍港春に起こるけど、巣箱の準備は今からしなきゃ間に合わない。日本ミツバチの重箱式の仕受け巣箱、販売開始だよ。秋の狼の仕受け巣箱をゲットしよう。令和5年度の巣箱の紹介をします。で、今年度もですね、九州ミツバチ工房の巣箱、たくさんの入居をしたというふうな連絡をいただいています。今日は来シーズンに向けてのですね、巣箱の紹介をしたいと思います。基本的にはですね、巣箱の構造は変えてません。まずこれ屋根ですね。これが上蓋、今回は1枚にしてます。中蓋ですね、中蓋はですね、すのこ構造に変えています。こんな形ですね。巣箱本体はですね、前と基本的には変えていないんですけれども、3段になっています。6ミリの板ですね。待ち受けの場合は前2つですね。で、ミツバチが入ってくれると後ろに、また2つ置いて4つというふうな構造になります。からこれが底板です。昨年度と比べて変えたところですねはですね、この中蓋です。中蓋こういう形になってますけれども、この6ミリの隙間からですね、中が覗けるようになってます。また、メントールだとか、上部からの給仕ですね、そういったものが、しやすくなってます。以前は箱、新しい箱をですね、この上に乗せるような形にしてましたけれども、別にですね、こういう中蓋のセットを作っております。もう一点ですね、変えたところがあります。以前はですね、ステンレスの棒をですね4本鋳型に入れるようにしてましたけれども、新しい巣箱はですね、こういう形で丸棒ですね、これ5ミリです。5ミリの丸棒をやはり上部にですね、はめ込む形にしています。で、これはやはりステンレスの丸棒はですね、特注品で作っていたために、なかなか手配するのが難しいというふうなこともご意見としていただきましたので、これ5ミリの丸棒はホームセンターやインターネットなんかで簡単に手が入りますので、このような形にしております。購入していただいた際にはですね、日本ミツバチというのは新しい巣箱を嫌いますので、これ全部外してですね、中の中防止棒も取っちゃいます。で、なるべく前面に、雨が当たるように置いていただいてですね、これを外で雨ざらしにしてですね、匂いを消すように、していただければと思います。はい、こんな感じでですね、外に置いてください。で、来年のですね3月頃から運行も始まってきますので、
3月の上旬でいいと思います。で組み立てて、で蜜ろうを塗って、まあ、こういう赤防止棒にもですね、蜜ろうを塗ってもらったらいいと思います。設置をして3月の末には金魚園の花が咲くような形を取っていただいて、群棒に備えていただければと思います。巣箱の寸法をですね、屋根はですね、はい、45センチの四角、まあ、四角ですね。上蓋です。上蓋はですね、はい、30センチの、まあ、四角で、厚みは1センチですね。これ中蓋です。その子状に、しています。これも30センチですね。30センチの四角で、厚みは2センチ5ミリですね。高さが 7.5 センチですね。スノコの大きさが 26.5、まあ、四角ですね、はい。で、ここの隙間が、はい、6ミリです。巣箱です。巣箱は、はい、同じく30センチ幅ですね。高さが 12.5 センチですね。これが3段。最後に定番です。屋根と同じ大きさで45センチの四角です、という構造になってます。購入していただいた方にはですね、この九州ミツバチ工房オリジナルのテキストですね、巣箱の設置場所のことであるとか金魚園のことなんかが書いてます。これとから縮図ですね、誘引効果がですねすごく上がると思います。これを巣箱の中に入れていただいたりとか巣箱のところに置いていただく、そうするとかなりの誘引効果があると思います。この2つをですね、付属品として差し上げたいと思っております。日本ミツバチの重箱式巣箱、販売開始だよ。キラキラガム待ち受け巣箱をゲットしよう。日本ミツバチは古い巣箱が大好き、新品巣箱は匂いを消す必要あるよ。ただ探しにして春までなど巣箱の準備を今からしよう。日本ミツバチの式待ち受け巣箱販売開始だよ。キラキラガム待ち受け巣箱をゲットしよう。日本ミツバチの重箱式巣箱販売開始だよ。キラキラガム待ち受け巣箱をゲットしよう。日本ミツバチは古い巣箱が大好き、新品巣箱は匂いを消す必要あるよ。ただ探しにして春までなど巣箱の準備を今からしよう。日本ミツバチの間に合わない。日本
少し気持ちいいですが、こう販売開始だよ。日本ミツバチの重箱式巣箱販売開始だよ。秋秋狼待ち受け巣箱をゲットしよう。日本ミツバチは古い巣箱が大好き。新品巣箱は匂いを消す必要あるよ。日本ミツバチの養蜂を始めませんか？九州ミツバチ工房では日本ミツバチ養蜂グッズの販売をはじめ、飼育の仕方や採蜜などのワークショップの開催を行っており、飼育のご相談もお受けしております。重箱式巣箱販売開始だよ。秋秋狼待ち受け巣箱をゲットしよう。日本ミツバチは古い巣箱が大好き。新品巣箱は匂いを消す必要あるよ。ありがとうございました。文庫春に起こるけど、巣箱の準備は今からしなきゃ間に合わない。日本ミツバチの重箱式の巣箱。